あ、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。ファイアプロレスリングワールド、ライブ配信始めていきたいと思います。今回は国際プロレスですね。スーパーファイトシリーズ、最終回ということで、1981年3月の試合ですね、お届けしたいと思います。これにてですね、東京12チャンネル、今のテレビ東京ですねの、レギュラー放送は打ち切られてしまいます。特番の放送になるんですが、放映権利はガタ落ちしてしまい、それが会社の経営に、影響を及ぼし、8月の公開につながってしまうという流れになります。そんなですね、きっかけとなった試合となりますが、そんなきっかけの崩壊のきっかけとなる試合になったわけですが、そちらをお手を届けしたいと思います。まずは、こちらですね、高杉正彦対レッドデビルのシングルマッチをお届けしたいと思います。外人サイドからレッドデビル、ビルホワイトですね、では、試合行ってみましょう。20分の一本勝負かな。開始です。南に行く、パンチ、チンロックですね。お、戦闘、さあロープに振って、チンシン、お、本当スープレックスみたいな感じかな。お、 DDT ボディスラム、そしてフェイスロックですね、レッドデビル。カバーに行きます、カスキ。
エルボーを打ち込む。さあ、ロープに振って場外へ高さに戻ってきます。マハッタンドロップ、カバーに入る。アウト2。シンロックからボディスラム。さあ場外へ、さあキックで返す。もう一瞬椅子を持ち出すぞ。お、結構場外線が長くなっている。あ、しかもおっと、これは高すぎ。よく考えました。リングアウト勝ちを奪いましたね、高すぎ。レッドデビルから、シーツではレッドデビルが勝利してるんですが、この試合では高すぎが勝っております。さあ次です。米村天心、はマイク・ボーエッティとのシングルマッチです。30分かな、試合いきましょう。米村天心対マイク・ボーエッティのシングルマッチです。試合は間もなく6分を経過しようとしております。バックドロップ、カバーに入る。 2.9、 踏み投げ、エルボーを打つ。ドロップキック、
さらにバックドロップ。ラリアット。トラスキーク。カバーに入ります。2.9。おー、ブレンバスター決まりましたね。鮮やか。あ、だが、フリッティの悪い癖。10分を経過しております。あ、コーナーにくくりつけてつけるボイエッティ、ブレーンバスター、さらにブレーンバスター場外へ。お、おりますね。お、倒します。そしてかけてラリアットが、バックドロカバーに入ります。スリーカウント、これもシーツと反対で米村がボイエッティを破りました。さあ次の試合です。間口、寺西、マッハ、ハヤト対鶴見、コバルデ、そしてエローです。の6人タッグマッチになります。30分かな、では行きましょう。アニマル浜口、寺石、サム、マッハ、ハヤトの日本勢と、スミゴロ、エルコバルデ、エローデスのヒールトリオの6人タッグマッチです。ブレンバスター。そしてダブルドロップキック。あ、聞こえます。
さん、マスクマン同時の退治、まるでスリーパーに打って出るマッハ、リバハーフボストンですね。丸め込む、チョコ打つ、スルミとマッハ、カウントワン、あ、カウント2、フェイスバスターかな、カウント2、さけないしからマッハにタッチ、スリーパーを打つ、キックを放つ、丸め方がこれはロープ際ですね。ソンクラブです。さあ、たまらずカットに入る、6人タッグマッチ、選手が入り乱れる、ファルデ、おっとダブルチョップ、ボディスラム、さらに投げてショルダースルー、逆にマッハがボディスラム、すぐみが出てきました。エルボーを放つ、こう浜口カバーに入る、アウト2、お、アームブリーカーだ、すぐみカット2カット、日本勢早い、マウトのジャパニーズレッグクラッチホールド、手足職人技、手足持ってからレッグロック、さあこれは危ないぞ、なんとかカットに入る手足、さあ鶴見、おっとエロデスにタッチ、釜固めを先に決めていく、おっと浜口うまくこれは避けた、
ドラゴンスリーパーかな。いけないし、スタマックブローかけてドッキー、倒してタックルで倒しすがエローです。逆にだが日本側の粉寄りだった。ドッキーク、エローですがちょっと気を取られている。天使今度は相手側のコーナーに行ってしまった。お、どうするんだ。おブロックバスターか、雪崩式の。あ、鶴見にタッチしてるのかな。鶴見と、マッハですね。さ、マッハがボディープレスだが、ロープレイク。まもなく20分を経過しようとしております。おっと、追天井だ。ロメロスペシャル。勝った。お、ハーフボストン。おっと、日本勢上にカットを防止に行く。そしてマッハ、さらにハーフボストンだ。日本勢救援に、なんだ、鶴見はカットしてますね。今度は鶴見がデスバレーボーム、マッハをデスバレーボーム、さらにネックブリカドロップ、マルレイタッチ。おっとマッハがマルジータッチ。逆さ抑え込み。さあ浜口にコマルデがブレーンバスター。はい、バックを取るが、浜口行って、気合だ。ジャンピングネックブリカドロップ。おっと。終わりでこけてしまった。おっと。これはジャンピングネックブリカドロップ。鮮やかに決まりました、浜口。さあ、そしてドロップキック、今度は。ここにイスラム。このポストからコバルデ、ダイビング2位。カバーに行った。さあ、これカットできるか？できない。浜口敗れました。コバルデを、じゃ、ダイビング2位の前に、沈みました。日本勢カット及ばず。ヒール軍の勝利です。次は、カナミレスマッチです。グラハムか。あ、レフリーレッドシューズ、うんのに。まあ、スリーカウントありにしましょう。出場機数は最大の8つ。ゲームスピード100でいってみるかな。
では行きましょう。金網デスマッチ、マイティ井上対ルーク・グラハムの試合です。レスリングの攻防となるか、ボディスラムの応酬です。おっと、顔面かきむしり、チョップを打って、井上振ってショルダースルー、丸め込んだ、カウント1、ヘッドバット、カバーに入る、ショルダースルー、グラハム。さあこの後は IW 世界ヘビー級選手権ラッシュチャンピオンラッシャー木村イン A キャンディーが挑みます。お、下へ持つグラハム。だが、その試合をうまく有効に活用できないグラハム。唾液の打ち合い。お、丸め込む。パンチ。ラリアット崩れる井上、さあカバーに行きます。カウントは 1.5 ぐらいかな。パンチ、バックフリップ、ブレーンバスター、ヘッドバット、市内攻撃、そしてチョークだ。これはだが反則は取られません。金網デスマッチですから。デスマッチならではの反則攻撃、ラフ攻撃です。そしてスピングトーホールド、技で応戦します。マイティ井上ボディスラム、丸め込んだ。ちょっとカウントが遅いな、カウント入り込むのが。カウント1で終わります。ベッドシューズの、さあ今度はトンカチを持ってくるルーク・グラハム。あーっと、トンカチがまともに当たった。さらに、絵の部分で攻撃。さあ、ロープに振って、タックル。またトンカチを持ち出す。あーっと、絵の部分で攻撃だ。狂気をうまく活かしてきます、ルーク・グラハム。再び、スピングトーホールド、井上。バックを取ってサイドバスター。今度は竹刀を持ち込むグラハム。凶器を使い方やグラハムが上か。おっと、タックルで攻撃、エルボー、そして持ってきてストマックブロー。グランドヘッドロックに行こう。そしてまた
ですね。パンチを打つ。今度は木の破片を持ち出した。あーっと、まともに当たった。エルボーで木の破片を攻撃。ロープに打って、おっと、クライングクロスチョン、空中殺法です。井上のカバーに行く。カウント2、10分をすでに過ぎております。おっと、逆に井上がダウン。バックドロップ反撃、だが井上立てない。チョップを打つ。小攻撃、ロープに振ってドロップキックだが、これをブロック。グラハム3位の破片の攻撃が連発。完全なるグラハムペースだ。落ちる井上、エルボー、サイドスープレックス。ロープに振ってキッチンシンク、決めてダブルチョー。あっと、レフェリーに、運動に当たってしまった。これはアンラッキーだ、井上。さあ、レフェリーが失神している間に、唾液の応酬、グラハムが勝っている。お、超攻撃。決まってしまった。井上、金網デスマッチ、ルーク・グラハムのチョーク。超攻撃前に沈みました。これは苦労ですね。これは さあ、いよいよメインは、もっと戻らないと。メインは、IWA 世界ヘビー級選手権の試合です。リー・キャンディーがラッシャー、木村のチャンピオン王座に挑みます。キャンディーどこだ？あった、スペースアリーナで。60分、一本勝負では行きましょう。 IWA 世界ヘビー級選手権試合、チャンピオンラッシャー木村に挑戦者レイキャンディーが挑みます。まずは挑戦、あ、間違った。ラッシャー木村チャンピオンの入場です。最後演習ラッシャー木村、挑むはレイキャンディー。挑戦者レイキャンディーの2部員です。さあ、
試合開始。さあこちらシーツでは13分8秒、カーブ落としで落としてからのグランドマンジ固め。で木村がグギワップ勝ちを奪いましてタイトルを防衛しております。カーズ落としからの足とか、複合関節技って結構有効ですね。カバーに行く。スラム。場外へ。パンチを打つ。さあ戻ってきました。ボストンクラブを決めます。チャンピオンラッシャー木村だが、メイキャンディーボディーブレンバスターじゃないわ、バックドロップ。さらにボディースラム。メイキャンディーもう一回ボディースラム。さあロープに振った、持ち上げてリフトアップして投げます。コブラ、グランドコブラホールドですね。これはヘッドバット。バックドロップ。さあ木村にダメージを与えていく。レイキャンディ走ったが、まあ、冷静に次の攻撃。木村ネックブリーカー。あ、再びグランドコブラホールド。はい、バックスクーディープですね。レッツレイキャンディー、パンチを打つ。ラフサッポーレイキャンディー。それに対して木村が、木村もラ、ちょっとラフで対決、 足をこづきます。さあまたレイキャンディーリフトアップパワーがあります。エルボーバット。あ、ちょっと木村疲れが溜まっている。動きがちょっと鈍くなってますね。木村ヘッドバット。おっと、肘の応酬。おっと、ブードキングヘッドロック。木村の得意技決まりました。今度はキャンディーがボディースラム。おっと、木村ネックブリーカードロー。一進一退の攻防が続きます。再度木村のネックブリーカードロー。今度はデイキャンディーブレインバスター。木村が場外へ。今度は木村が大きな落とするが、レイキャンディが場外でボディースラム。ブレーンバスターパンチを打つ。木村はダメージが蓄積されていく。
だから、モンスターの木村でした。電気アンディ起き上がれない。カウント16で戻ってきました。さあ、エルボーを打つ。さあ、ロープに振って、して、ラリアット決まった。さあ、どうだ？スリーカウントあるか？取った。木村防衛。ラッシングラリアット。一瞬の隙をついて、場外から戻ってきたレイキャンディーに向けてラッシングラリアットを放ってました。木村が防衛に成功です。はい、というわけで、これが24回。宮城県和泉市。市民体育館大会ですね。現在の仙台市泉区になります。この試合が実は東京12チャンネルレギュラーの最後の収録だったわけです。で、インだろうな。プロレスアワー的には。そうですね、泉大会が最後ですね。このレギュラー放送の放映権料は年間9000万でした。なので、この放映権料を失うということは、興行の赤字を東京12チャンネル放映権料で補填していたので、まさに団体の死活問題と今後なっていきます。鶴見もですね、なんか吉原社長の方針、方針は的が外れていると思うということで、危機的状況を感知しているっていう状況ですね。3位ですね、陸前高田市民体育館大会、これ東日本大震災で、全壊してしまったわけですが、今は立て直すされて、新しい体育館が出てできております。こちら大会がこのシリーズの最終戦ということになります。こちらマッハ隼人対高杉雅彦のシングルマッチからです。この試合はマッハが勝利しております。
では行きましょう。マハ・ハヤト対高杉正彦のシングルマッチです。ランドのマンチだ。戻っていきます。高杉が椅子を取り出す。2.9。フェイスバスター飛び込む。 2.9。また飛び込んで、彼はロープブレイク。ボストンクラブだ。
高すぎ。腕を決めに行くマハハヤト、なんとか耐えるが、メトリカドロップ、そして足4の字だ、決まった。シーツと反対に高杉がマッハを破りました。続いてはルーテーズ杯予選 B ブロックですね。このルーテーズ杯予選最後の試合となります。アニマル浜口対ルーク・グラハムということになります。ルーテーズ、ではいきましょう。アニマル浜口対ルーク・グラハム、ルーテーズ杯予選 B ブロックの試合です。さあレフリールーテーズ、ルーテーズ杯は1月の全シリーズから2シリーズで予選が行われましたが、残念ながら本戦決勝戦は行われずに団体を崩壊しました。本来は秋にやる予定だったんですけどね、ルーテーズ予選本戦はそれを叶わずでした。パンチパンチ、場外戦が長引いてる。さあ、カウント14で戻ってきました。ヘッドバット、これグラハムから出血ですね。
っと、ポコイ。さあ、チョコイチ。ケフリー、ルーテイチ。ミッドブリカードロープ場外へ、ジャンピングパイルドライバー一層持ちます。あ、戻っていきます。さあ、グラハを戻してくれるか。カウント17で戻りました。リバースへ返す。おっと、逆に超攻撃。またフォーク。さあ、浜口間を出血しております。お互い流血の凄惨な試合となっております。ルーテイズ杯予選 B ブロック。お、乱入者？おっと、川口にとってはこれは痛い。ラリアットを食らってしまう。おお、ダブルのブレーンバスターを食らってしまう。ルーテス何やってんだ。ルーズ止めないとあかんのに止めないんだな。さあ、もう一回ダブルのブレーンバスターを食らってしまう。アニマル浜口ダメージが、あっと、またフォーコイ。ブロッキングヘッドロック、またもフォーコイだ。流血は止まりません。アニマル浜口ヘッドバットで向こう、これ切らして骨を断つ。さあ、ロープに振ってショルダータックル。ルクラハムパンチを大攻勢。ヘッドバット、前日の花見デスマッチより繊細な試合になってんな。チョップだ。おっと、椅子で攻撃されてしまう。バックドロップ。今浜口持っていきます。パンチを打つ。おっと、急所攻撃。アプリカバーに入ります。さあ、どうだ。スリーカウント、もう流血戦を浜口が制しました。
はい、ということでこのシリーズ最後の試合メインは6人タッグマッチとなります。ラッシャー木村、マイティ井上、平石サム、レイキャンディマイク・ボイエッティ、そしてエローデスとなります。では行きましょう、このシリーズ最後の試合に陸前高田市民体育館大会のメインイベント、ラッシャー木村、マイティ井上、平石勇組対、レイキャンディマイクボイエッティエローデスの6人タッグマッチです。木村と レイキャンディ前日タイトルマッチを争った6人2人が対決です。先発です。スピングとホールド、あとツー、
さあ、木村とエローですが出ております。動き運と6ようです。負け投げからレック6、すぐに止めにかかります。6人が入り乱れる。エローデスを攻撃、木村ストンピング、ネックブリカードロー、お互いタッチ、ボイエッティ、そして寺石が出てまいりました。寺石ドロップキック、おっとモンキーフリップ、寺石警戒、そしてボイエッティのブレーンバスターで、キッチンシーン、手足が丸め込むが 2.9、 おっとこれはボイエティですね。手足とまだドープキー、ユナイタッチ、国際のエースラッシャー木村、膝ヒールホールドから、ヒールホールド、さあ持ち上げるメイキャンディー、バックトップ、鮮やかに決まりました。ラッシャー木村、もう一回メイキャンディーが持ち上げて投げます。さあ場外線へ、リードッキングヘッドロック、さあもう入り乱れてますね。全6人がリング上、さあレイキャンディ、おっとシュタックルだが、ミラーのネックブリカドロップ、井上タッチ、井上ドロップキック、さあボイエティタッチです。ラリアット、ボイエティエルボーです。あサイドエルボー、この上がネックブリカドロップ、そしてロープインフルガン、ボイエティ立ち上がる、ボイエティトラスキックからカバー、カットに入ります。で、丸め込んだ。なんとか、キャンディーがカット。木村、キャンディーをバックドロップ。ネックブリカ、ん？ルドキューヘッドロックか。おっとキャメルクラッチだ、決まった。日本勢メインイベントを飾りました。ネケラ石がエローデスを破っております。はい、ということで、今回スーパーファイトシリーズが終わりました。これでですね、次がビッグ、4月18日から5月16日、ビッグチャレンジシリーズです。オールエダリングですね。を中心にスティーブ・オルノロスキー、
ミリー・ラザン、マイク・ミラー、カロス・プラタ、ホセ・ルイス・メンディアータなのかな。4月18日を後楽園ホール大会からスタートです。だが中央半のテレビのレギュラー放送を失ってしまった国際プロレス、崩壊へとどんどん崩壊への動きを、より強めていくことになります。さあ次回から新シリーズ、あと国際の3シリーズです。見ていただいてありがとうございました。今回の配信、ツイッチでお届けいたしました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。プリーズツイッチマイアカウントフォロー&リポスト、ツイッチマイアカウントプリーズフォロー&チャットコメントプリーズ。この動画のアーカイブは YouTube にアップロード予定です。YouTube、2日後、15日21時頃に、プレミア公開いたします。ぜひ YouTube でもご覧ください。YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。オフィスライブアーカイブ、My YouTube チャンネル、アップロード、2 days after、プレミアライブ、My YouTube チャンネル、Please、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。また旧ツイッターである X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、そしていいねお願いいたします。ツイッター X マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ファイアープロレスリングワールド国際プロレス編お送りいたしました。なお深夜におそらく先日から始まりましたリーグ戦、ラウンド戦シングルリーグ戦の、続きを行う予定です。ぜひ見ていただければと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。